はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、はい、サンガリア、続いてサンガリアでございます。同じサンガリアね、前回と同じですが、サンガリアのウーロン割り。これは、なかなか、なんか、くしゃみがなんかすごい人が、隣人にいるんですけど。まあいいでしょう。糖類ゼロ。香り豊かな、ウーロン茶で焼酎を割りました。アルコール度数 6%、スピリッツ無炭酸。無炭酸？あ、無炭酸か。あ、そっか。でも、ウーロン茶で炭酸はないよね。確かに。原材料が焼酎と、ウーロン茶とビタミン C。内容量がなぜか、335ml と、なんか微妙にちっちゃい。ですが、こちらもローソンストアの100で、購入いたしました。まあ、ウーロン割は俺大好きなんで、ウーハイって一般の、一般茶は、俺はウーロンハイって言ってたんですけどね。以前何年か前、3年ぐらい前やったっけ ?4 年前ぐらい。3年前。いとこに行ったらですね、いとこの女の子がですね、二十歳ぐらいの女の子がですね、俺がウーロンハイって言ったら、あ、ウーハイねって言われて、今の子はウーハイって呼ぶのか、ウーロンハイのことをウーハイと呼ぶのか、ちょっとジェネレーションギャップ感じました。それ乾杯。うまい。このね、ほのかな甘み。結構俺甘さには敏感な人間なんで。結構甘いんですよ、これ。俺から言わせると。あ、結構甘い。てか、ウーロン割ってね、なんでこう甘いかっていうと、焼酎のね、甘さが引き立つんですよね。ウーロン茶で割るとか、まあ、それぐらいか。ウーロン茶で割ったり、あとオレンジジュースとかで割ったりすると、焼酎をね。ほのかな甘みがある。ウーロン茶だけの甘みじゃなく、っていうよりは、この、なんか、ウーロン茶がなんかちょっとほのかに、ふわっとこう、甘いみたいな。わかる人いるかな？ほのかに甘いんですよ。ほのかな甘さ。で、以前じゃあ、ずいぶん前に俺飲んだことあるんですけど、ジャワティーっていう、確か紅茶飲料が今でもまあ売ってると思うんですけど、あれみたいな感覚かな？なんか若干甘いみたいな。あれストレートティーなのに、若干甘いんですよ。なんか、ほのかな、こう、香りというか、風味がちょっと甘い、みたいな。うん、そんな感じ。うん、でも、普通に、あれですね。確か、宝酒造からも出てましたけど、ウーロン割ね。出てましたけど。それとほとんど変わんねえな。ほとんどどころか何も変わんない気がする。そして、ここにドカッと置かれてるのは、先ほど、消費期限がですね、1日前だったんですけど、1日やらかしたんですよ。あ、やべと思って、レバーっていう、あれですね。レバーじゃねえよ。なんていうの？若鶏の肝です。肝っていうか、ハツ。いや、若鶏の肝か。心臓の、味噌煮込み。うん。圧力鍋で。うん。ま。煮ました。うん。忘れてたんだよ。まあ、なかなかね。まあ、消費期限
過ぎたけど、まあ、1、2日ぐらい大丈夫やて。完全に加熱したら。うん。うん。いいね。これにあれやで、ウーロン割りはいいぜ。なかなかいいぜ。これあれだぞ。この枠結構長くなるぞ。この、いや、もうそれと終わっとくか。終わっといてこれ。あれや。生放送に移動するか。うん。うん。まあいいや。早々に切り上げよう。コク、ほのかに。甘み。ほのかにあり。香り、まあ普通。まあ、普通じゃねって感じですね。別にウーロン茶と焼酎買えば別にこの味は普通に出せますから、わざわざこのね、あの缶のやつを買う必要は多分ないと思えますけどね。まあ、2233です。ご視聴ありがとうございました。